砂漠の都に住んでいる貧乏な娘ココナ、子供のリップ、猿のミーミは貧乏人でいつもお腹を空かせていた。よし、今日もやるぞ。狙うはたくさんのご飯。お腹すいた。おっきい盗みをしないと生きていけないほど貧乏な3人はこの市場から食べ物をいただく毎日。今日も盗みに出た。とうとうと盗んでも捕まるから。やあお兄さん、今日もかっこいいね。ミミミミ、私が気を引いてるうちに今のうちにパンを取るんだ。ウッキー、そんなこと言うなんて、なんか企んでるんじゃないか。なんたってお前は貧乏人の泥棒ココナ。今日もみすぼらしい格好で臭そうだ。近づくんじゃないよ。シッシッ、いったー。よし、パンを取った。ウッキー、よし、ナイスミミ。あー、ごめんなさい。じゃあ離れます。隣のお姉さんも今日はものすごく綺麗だね。リップも今のうちに取るんだ。あら、ココナ、それは嬉しいけど、そういう時はだいたい相方が盗もうとしてるのよ。じゃあ誰が行って。やっぱりこの泥棒クズ。急げミミ、リップ逃げればセーフ。家に戻ろう。急げ急げ。ココナ、今日こそ捕まえてやる。やばい。でもそうさ、どんな時も焦ることはない。さっとこの身かわそう。ヒュイ、またココナたちが泥棒したぞ。捕まえろ、絶対逃がすな。どうしよう、ココちゃん、パン屋さんの人包丁まで持って追いかけてきてるよ。怖い怖い。その悪さする手は切り落としてやる。しつこいな。たかがパン一つ取ったぐらい許してよね。取り戻せ、パン一つでも。やだね。パンはみんな分け合わなくちゃ。そう、人類みんな兄弟。何言ってるの。貧乏人にあげるものなんて何もないわ。ゴミでも漁ってなさい。今日という今日は捕まえてやる、泥棒ココナ。すいません、ちょっと倒してください。ココちゃん、このトランポリンから上に上がれるよ。ナイスリップ。待てー、ミーミが引っかいてるから今のうちに上がれ。じてじて、ナイス。友達は二人だけ。よくやったミーミー。ウッキー、上に上がったぞ。おい、お前らにあげる飯などない。生きるためには盗むしかないんだよ。このチェストを倒していく。よしよし、倒れそうだ。うおー、潰されてしまう。チェストに潰された。ウッキー、だけど行き止まりだよ、ここ。どうする。下には捕まえようとしてる人がいっぱいいるし。そんなの、この棒を使って飛べばいいだけだよ。待てー。川の先の建物をめがけて。3、2、1、ジャンプ。ココナが空を飛んだ。捕まえれるもんなら捕まえてみな。どんな手段でも生きるためなら何だってするのがこの私。無事に着地していく。でも外にいるのはもう危険だよ。大丈夫、お家に帰ろう。ここを上がったら私たち3人が住んでる家。まあ家といってもどれも盗んだものを集めて生活してるだけの場所だけどさ。お金がないといい暮らしなんてできるわけない。ご飯だって毎日食べれるわけじゃない。憧れるな、あの宮殿。あそこには大金持ちの王様が住んでるんだよね。完全なるこの世界の勝ち組。それに比べ貧乏な私はまさに負け組。いつか私もお金持ちになりたい。もうこんな貧乏な生活終わらせたい。まあ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 、いいじゃないか。3人でいればお金がなくても毎日楽しい。ユキ、ミーミは能天気だね。確かに3人一緒だと楽しいけど、追いかけられるのは怖いし、できれば家から出たくないよ。ココちゃんはお金持ちに強い憧れがあり、自分もお金持ちになることを夢見ている。ミーミは3人一緒にいればとにかく幸せ。能天気な考えの持ち主だ。リップは気弱で臆病者。
それは昔両親に捨てられた過去があるからだ。代わりに育ててくれたココちゃんをお姉ちゃんのように慕っている。次の日、ココちゃんたちは生きるためまた盗みを働いた。よし、今日もバンゲット、やっとご飯にありつける。早く3等分にして分けよう。きうん、ちょっと待ってね、今から分けるから。じーん、もしかして君たちもお腹空いてるの？うん。え、ココちゃんもしかしてあげる気か？絶対にダメだぞ。それはミーミたちのパンを切り、ダメ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 。でもほっとけないよ、こんな小さい子たちがお腹空かしてるんだもん。はい、パン一つしかないけど、どうぞ。ありがとうございます。じゃあミーミもやっぱり、はい、どうぞ。リップのもあげる、どうぞ。ありがとう。うん、美味しい。だけど私もお腹すいた。お腹すぎすぎてもう死ぬ。何この音？あっちの方から楽しそうな音が来る。花火も上がってるし、うん、ちょっと行ってみよう。うん。王様のお通りだ、道を開けろ。ココちゃん、あれ誰？なんかお金持ちそうな人が通ってる。あれはこの宮殿の王様だよ。超お金持ちのすごい人だよ。旅から帰ってきたんだ。国民たちよ、私が帰ってきたらなんて言うんだ？お帰りなさいませ、王様。素晴らしいお方です、王様よ。それでいい。お金持ってるからってなんか偉そげで、ミーミーはあいつ嫌いだぞ。俺様を称える素晴らしい国民にご褒美だ。うわ、お金をばらまいてる。お金だお金、これで俺たちもまともなご飯が食べれる。あ、さっきの子が飛び出した。お金お金お金。ああ、なんだこのガキ、汚いガキめ。まずい、剣を出した。邪魔だ、あの子が危ない。ココちゃん大丈夫？やめて、やめてください。ふっ、汚いガキどもが邪魔するな。おい王様、いきなりひどいぞ。そうだ、私たちが何をしたって言うんだ。汚いゴキブリが何を言っておる。お前たち見るからに貧乏だろ。そんな奴が私の行く道を阻むとはいい度胸だ。そうだそうだ、王様の前に現れるとは失礼だぞ。貧乏人は帰れ。みんなひどいよ、私たちにお金がないからって。王様もお金持ちならもっと人に優しくしたらどうなの？文句を言うな、このゴキブリ。ゴキブリは生きてる意味もなく、国の役にも立たない、ただの役立たずだろ。下水道でも通って汚い家に帰るがいい。誰がゴキブリだって？お前たち3匹だよ。次私の前に現れてみろ。ゴキブリに似合う場所に閉じ込めて一生姿を現せないようにしてやる。ゴキブリは泥水がお似合いだろ。いつも盗んで逃げてやってることもゴキブリだもんね。存在も汚いんだよ。なんだって？ココちゃん、これ以上ここにいても悪口言われるだけ、帰ろ。ムッキー、あっち行け、あっち行け。お姉さん、さっきは助けてくれてありがとうございました。うんうん、怪我しなくてよかったよ。この世には悪い人もたくさんいるからね、気をつけるんだよ。見た目がみすぼらしいから貧乏と言われて、ゴキブリなんて言われる始末、そんな私たちかわいそうと思ったら、頑張れってコメントに書いて励ましてね。グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。王様絶対許さん。お金持ちってだけで性格めっちゃ悪いよ。きっと国民にチヤホヤされていい生活送ってるんだろうな。いつかあの王様よりお金持ちになって絶対見返してやる。
すべてはお金さえあれば幸せになれるんだから、お金を手に入れて人生大逆転してやる。でもどうやってお金を手に入れるの？ねえねえ、どんな願いでも叶えてくれる魔法のアイテムの噂知ってる？え、今の聞いた？どんな願いでも叶えてくれる魔法のアイテムって言ったよな。言った。願いを叶えてくれるの？じゃあ金持ちになりたいって願いも叶えてもらえるのかな。よし、近くに行ってもうちょっと詳しく聞いてみよう。うん。何何？その魔法のアイテムはここから300キロ北にあるとある島の洞窟の中にあるんだって。真の誠実さと清らかな心の持ち主だけがその洞窟に入れるらしいの。その洞窟の中にはたくさんのお宝も眠ってるんだけど、お宝には絶対触っちゃいけないらしい。もし触るとどうなるの？洞窟に閉じ込められて一生出てこれないんだって。キャー！出してー！なんだって？その魔法のアイテムをもし私が手に入れたら、お金持ちになりたいという願いを叶えれる。ココちゃんは希望が膨らみ、直ちに魔法のアイテムを取りに行こうとミーミとリップに提案した。でもお宝に触ったら一生洞窟に閉じ込められるって、ちょっと危険な洞窟な気もする。行くの怖い。大丈夫、お宝にさえ触らなければいいんだから。私が欲しいのは願いを叶えてくれる魔法のアイテムね。早速行こう、今から。ココちゃんがそう言うならリップも行く。よし、大好きな二人が行くならミーミも行く。気ちゃんとミーミは仲間リップを強制的に誘い、魔法のアイテムが眠る島を目指し出発することにした。船を出し北に300キロ、ひたすら進み続けた。それから1ヶ月、3人は無事に魔法の島へ到着した。ここが魔法のアイテムがある島。なんて大自然、めっちゃジャングルだ。魔法の洞窟を探すために森に入った3人。しかし森にはヘビや猛獣など危険な生物もたくさんいた。また出た、猛毒のヘビ、帰りたい。大丈夫リップ、数々の盗みをしてきた私たちは逃げ足だけは速い。そのままそっちに逃げよう。でもいいよ、めちゃくちゃ追いかけてくる。魔法のアイテム探しの旅なんて来るんじゃなかった。もう家に帰りたいと怖がりなリップはついてきたことをすごく後悔していた。ああ、広くて声が響くよ。自然は最高だ。空気もうまい、木の実もたくさんあって食べ物にも困らない。あの狭い家に比べてなんてここは開放的な。ココちゃん、ここで暮らしたい。ウキと島で生活を楽しんでいた。さすがサル、島での生活もお手の物だね。ココちゃんはというと、お金持ちになりたいという夢を見て洞窟を探した。もうどこにあるの、私がお金持ちになれるというアイテムは。しかし数日探し回っても洞窟が全然見つからない。はあ、もうダメだ、歩けない、死ぬ。一体洞窟はどこにあるんだろうね。はあ、疲れた。いて、うわ、つまずいちゃった。大丈夫？これ人間の死体、白骨化した死体じゃん。無理、死んでる。もしかしてこの人も魔法の洞窟を探してこの山に入ったんじゃ。だけどたどり着かず生きていたとか。あれあれあれ、この人の横に地図が落ちてる。え、地図、それってもしかして魔法の洞窟が書いてあるの？
ところが洞窟なんじゃないのか。そう思う。よし、じゃあ赤いバッテン目指して行くぞ。ああ、あったかるだとうくつうっきうっき。結構歩いてきたけどこの辺に赤いバッテンはあるね。ここを登ってみればいいのかな。よし、登ろう。この辺りのはずなんだけど、草をかき分けて進む気。ああ、ナイスだミーミって。なんかすっごい大きなものが見えてきた。すっごい、見た目はドラゴンだ。でもこれが洞窟？我が中に入らんとするもの、内側に輝きを秘めたるもの、ここに入れるのはダイヤの原石のような人だけだ。噂が本当だったんだ。私たちは入れるのかな。入って魔法のアイテムゲットしたいよ。きっと入れるウキ。だってミーミたちの心はピッカピカのキラキラだウキ。でももし入っても出れなくなったらどうするの。でも私はお金持ちになりたい。ここで入らなかったら今までと何も変わらない。バカにされるような生活をするぐらいなら一か八か入れるか試してみる。私は行ってくるから二人は待ってて。ミニミは絶対入れるから行くき。二人が行くならリップも行く。じゃあみんなで入ろっか。うん、洞窟の中はどうなってるんだろう。確かお宝がたくさんあるけど絶対触っちゃいけないって言ってたよね。うん、てかさ、ミニミたち洞窟の中にしっかり入れてないか。ほらほらほら、やっぱり心の綺麗なピカミンズなんだ。ウキウキ。ちょっとミミ落ち着いて、しっかり前見て。なんだこりゃ。見渡す限り金、お宝大宝ウキー。すごい、こんなお宝初めて見た。これだけあれば一瞬で王様よりお金持ちになれるよ。これ全部持って帰ろうよ。触っちゃダメ。ほらほら、この洞窟の中にあるお宝は絶対触っちゃダメって言ったでしょ。ああそうだ。どんなに綺麗でもどんなにすごくても絶対触ったらダメ。分かった。はい、はい、約束だよミーミー。はい、これだけお宝があると魔法のアイテムがどれだか分かりにくいね。だけど奥にまだまだ続いてるみたい。本当にすごいなここ。ミーミーはジャンプ力高いから普通に下から行くらしい。いいけど何があるかわからないから気をつけてね。オッケー。うーわー、近くでお宝を見るとキラキラしてて綺麗ウキ。持って帰りたいウキ。なんか今風が来たような気がしたけど、ま、気のせいかウキ。それにしてもこのコイン全部集めたら一体何になるんだろう。なんだ、なんかまた動いた気がするような。あれ、魔法の絨毯？すごい、絨毯が生きてる。でもあいつ怖いぞ。ミーミーのこと食べようとしてたかも。いやいや違う違う、きっとあの絨毯は何年もここに閉じ込められてるんだよ。ミーミーが怖いならちょっと私に乗ってて。ウキ、きっと君は私たちと遊びたいだけだよね。ほら、やっぱり飛び回って返事してくれてるんだ。ところで私たち、どんな願いも叶えてくれるという魔法のアイテム探してるんだけど、どこにあるか知らない。魔法の絨毯。お、案内してくれるみたいだね。でもここ何、開いたり閉まったりしてるよ。タイミング見て急いで行かなきゃだ。よし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 、通り抜けた。
そしてどこまで進むんだ。下に降りるみたい。よし行こうリップ。はい。そしてこれを登れってことか。でもどうやって。あ、魔法の絨毯がトロッコ出してくれた。トロッコに乗って登っていけばいいんだね。ありがとう。優しいねこの魔法の絨毯。もうすぐ魔法のアイテムまでたどり着くはず。お金持ちになるという願いが叶うと思うとワクワクするな。おー、てかお宝がいっぱいあって目がくらんじゃうぞ。ミーミ、何度も言うけど触ったらダメだからね。はいはい、ウキ。なんか階段が続いてる場所に来たけど。ミーミリップ見てよ、あの上にあるのランプだ。もしかして願いを叶えてくれるのはあの魔法のランプなんじゃない。絶対そうだよ、魔法の絨毯がコッコッコッコって言ってるもん。私が取ってくるから。ミーミーは危ないし、もう降りてここで待ってて。分かったウキ。リップ、魔法のランプを取りに行こう。うん。魔法のランプを手にしたらどうなるんだろう。どうやって願いを叶えてくれるんだろう。お宝きれい。ウキって触っちゃダメダメ。あー、見るだけ見るだけ。ん、なんだこれ。ハートの形。ウキ、かわいい宝石だ。お金持ちになったら今までみたいな生活から抜け出せる。人生大逆転するんだ。見れば見るほど綺麗な宝石。これ持って帰りたい、ウキ。これが魔法のランプ。ただのランプにしか見えないけど、本当に願いを叶えてくれるのかな。叶えてくれると信じて持って帰ろう。うん。よし、じゃあ来た道を戻って。ハートの宝石。え、ミミ、ちょっと待って、触ろうとしてない。やばいよ、ミミ目がくらんでお宝触ろうとしてる。絶対触っちゃダメなのに。ミミ待って、ダメ。これ持って帰る。この洞窟を荒らす者としてここで始末する。やばい、洞窟が崩れてきてる。急いで戻らないと。うわ、下もマグマになってるよ。トロッコ道がなくなってるから、ジャンプしてあそこの水場に行こう。魔法の絨毯もそこで待ってる。よし、ここからは魔法の絨毯に乗って、魔法の絨毯で上まで上がって、急いで出なきゃ。このまま上に上がっていく。そこを抜けたら入り口だ。頑張れココちゃん。よし、ここをくぐり抜ければ出口に行ける。あとちょっとだ。よし、こうして魔法の絨毯とともに3人はなんとか洞窟から脱出した。はあ、助かった、無事に出れた。間一髪。怖かったよ。もうミーミー触っちゃダメって言ったじゃん。すっごい怖い思いしたんだから。ごめん、きっとってあまりにもハートが綺麗すぎて魅了されたんだ。きまあもういいよ、無事魔法のランプも持って出れたしね。これはどんな願いも叶えてくれる魔法のランプ。よし、魔法のランプをこすってみよう。体の色も悪いし足もない。お前は誰だ、敵か。ノン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 、私は誰。私はランプの魔人ピーミーさんです。そして私を出してくれたあなたたちはご主人様。ピコミンズがご主人様。そうさ、ご主人様、ご用は何。ご用って、もしかしてどんな願いも叶えてくれるっていうのはあなたが叶えてくれるの。もちろん、ランプから出してくれたお礼にご主人様3人のどんな願いも叶えてあげよう。え、
の願いも叶えてくれるんだ。うわ、どうしようかな、悩むぞ。それなら願いはもう決まってる。ご主人様、ほら願いをどうぞ。じゃあリップは、なんか今ガサガサ聞こえなかった？もしかしてまたヘビ？さあ早く願いよ。それならもうこんな怖い森にいたくないから故郷に戻して、もう帰りたいよ。了解。では今すぐ故郷へ出発。はい、このバスに乗って行ってらっしゃい。リップは願った通り、あっという間に故郷に戻れたのだ。ここは私が住んでた町。やった、帰ってこれたんだ。これでもう怖くないぞ。二人目のご主人様、ほれ願いをどうぞ。私の願い、それはお金持ちになって王様のような豪華な生活をさせてください。了解。あなたはお金持ちで可愛い女王様、王冠もつけちゃう。これで可愛い女王様の誕生だ。魔法の絨毯ちゃん、お城へ連れてっちゃって。ココちゃんも願いが叶い大満足だった。ところが、3人目のご主人様、ほら願いをどうぞ。ココちゃん、リップ、あ、大好きな2人がいなくなって寂しい。ウキミミミを一人にしないでくれ。こうなったらランプの魔人ミミの願いは決まった。ウキ、一人じゃ寂しいから二人をこの島に連れ戻してくれ。了解。今すぐ二人を連れ戻すぞ。故郷に戻った子もお金持ちになった子も集合集合。三人目のご主人様の願いのもとお帰りくださいませ。願いを叶えてもらって大満足だった二人は、ミミザルの願いによりあっという間に島に戻されてしまったのだ。リップとココちゃんの願いはたったの10秒で終わってしまったのだ。ウッキーウッキー、ココちゃんとリップ戻ってきてくれて嬉しい。ウッキー、そんな、せっかく夢が叶ったのに、お金持ちになれたのに、まさか貧乏人ココナに戻ったなんて。またこんな怖い森に戻ってきたなんて。ミーミー、なぜ私たちを連れ戻した？だって大好きな二人と離れるのが寂しいんだもん。ウキと思いきや、このお話にはまだ続きがあった。1ヶ月後。ココちゃん、リップ、たくさんの木の実をゲットしてぞ。うっほほーい。猿のミーミはジャングルでとても楽しく過ごしていた。二人も一緒だし、はい、大満足なのだ。ココちゃん、リップ、木の実どうぞ。はい、ありがとう。毎日自給自足、このジャングルで食べれるのは木の実や虫とかしかないし、緑しかない、こんな生活も限界。お金持ちになりたいという夢の正反対を過ごしているココちゃん。うわー、またと言っても虫虫虫虫虫、追いかけてこないで。こんな場所嫌だ、今までの家に帰りたいよ。慣れない島暮らしを1ヶ月していたが、帰りたいとホームシックになるリップ。はあ、人に会いたいよ、寂しい。そんな中、ミーミサルがこの島にも自分たち以外の人がいたというのだ。え、どこ？ほら来て、浜辺の
からどうするの、行くのやめようよ。この人たちはこの島の民族？ん？なんだ君たちは、見慣れない格好をしているが誰だ？あ、私たちはこの島に移住してきたというか、帰れなくなったというか。そうか、他の島のものか。私たちはピコ民族で。え、リップどうかした？え、リップ、え、ん、まさかの知り合い。ママ、リップ、リップ、ママ、パパ。え、ママ、パパ。え、この人たちがリップのママとパパ。そう、リップの家族はこのジャングルで暮らしていたのだ。リップは赤ちゃんの時両親に捨てられたと思っていたが、実は悪い海賊に襲われた両親はリップだけは助けようと置いていったのだ。リップ、このペンダントで私たちを思い出してね。その後すぐリップのママとパパは海賊に捕まった。そしてたまたま通ったココちゃんにリップは拾われたのだ。ねえねえ、ずっと気になってたんだけど、そのペンダントの写真、ママとパパ？うん、多分。リップはパパとママにもらったペンダントを肌身離さずつけていた。そして8年ぶりに両親と再会したのだ。ママ、パパ、私のこと捨てたわけじゃなかったんだね。よかったね、リップ。ココナさん、ここまでリップを育ててくれてありがとうございます。そしてまた再会でき、とても嬉しいわ。よかったら君たちもこの島でピコ民族として暮らさないか？でも私がなりたいのはお金持ちだし、こんなジャングルにあるお家に住むなんて貧乏なのと変わらない気もする。いいじゃん、島暮らし楽しいよ、ふき。そうだよ、リップ、ママとパパも大好きだけど、ココちゃんとも離れたくない。お願い、一緒にこの島で暮らそうよ。うん、わかった。私もリップとミーミーが大好きだし離れたくない。住んでみるよ。最初はココちゃんは民族になるなんて貧乏だし乗り気じゃなかったが、ピコ民族のポジティブすぎる精神に徐々に惹かれていった。ピコ民族の人々は誰かをバカにしたりいじめたりすることもなく、赤ちゃんからお年寄りまでを大切にし、みんなで協力して楽しく生きている。なんでピコ民族はお金がなくても幸せそうなんだろう。その理由は、今まで住んでた都は貧困の差でバカにされたり、人によって暮らしが全然違ったりしたが、ここは貧困の差などなく、みんなが平等。今思い返せばお金がないと不幸せだと思い込んでたけど、幸せとはお金じゃないのかもしれない。何にもとらわれない心、それが一番幸せになる秘訣だったんだね。引き続きチャンネル登録をしてピコミンズの他の動画も見ていってください。今日の LG。 お、なんか今風が来たような気がした。ウキ気がした。